番前に食おうってばよ。うまかっただろ。まあそこそこかな。昔からたくさん大切な思い出があるんだ。木陰になったこれからは里のみんなが俺の家族なんだって。3代目のじいちゃんの受け売りみたいなもんだけどな。一つ夢を叶えてもそれで終わりじゃない。